はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトというゲームの実況をやっていきたいと思います。このゲームはね、どういうゲームかと言いますと、逃走者側と殺人鬼側に分かれて争うゲームとなっております。逃走者側は4人、最大4人で、マップ上に点在するジェネレーター、これ発電機を作動させてゲートを開けて逃げれば勝ちとなります。で、殺人鬼側はそれを阻止してより多くの逃走者を殺せば勝ちとなります。で、逃走者はね、大きく分けてこの4種類から選びます。はい、このドワイト、メグ、クローデットで、ブロッコリー、ジェイクって言うんですけども、この4人で、それぞれ特徴がありまして、このドワイトは仲間と一緒に行動すると非常に強いタイプのキャラとなっております。で、このメグは足が速いで、このクローデットは仲間を回復したり自分自身を回復したりするのが得意となっております。で、ブロッコリーは殺人鬼に攻撃、2回攻撃されて足を引きずってる状態になると、殺人鬼にこうやって担ぎ上げられて肉フックに、なんつったらいいかな、フックがあってそこにね、よっこいしょって吊るされるんだけど、でその吊るされてしばらく時間が経つと逃走者が死んで負けになるんだけど、その肉フックを破壊することができる。ブロッコリーなかなか強いですね。で、自分はこの足が速いメグでいきたいと思います。まあ、鬼側の説明はね、またおいおい、まあ、このゲームで、ね、結構いろいろ説明することが多いんですけども、それはまたおいおい説明していきたいと思います。で、実際にやっていきましょう。はい、じゃあやっていきたいと思います。びっくりした。はい、このゲームはですね、試合が始まるまで、試合が始まるまで殺人鬼側が何かっていうのがわからないんですよ。で、殺人鬼側を判断する方法はこの肉フックと呼ばれるこれの種類で、その殺人鬼が分かるか、もしくは、その、マップ上にトラップが落ちてたら、その時の殺人鬼はトラッパーですね。で、鐘の音が鳴ったら、レイスですね。で、チェーンソーの音が鳴ったら、なんだっけな、ヒルビリーって言うんだかな、なんか、チェーンソー持った危ないやつがいるんですよ。まあ、殺人鬼に関して、また細かく、後ほど説明しますけども、ね、その殺人鬼側の動画撮った時にでもちょっと説明しますけども、それぞれ特徴があって、それによってね、ちょっとね、逃げる側もちょっと作戦立てないと、逃げ方変えないと非常に苦戦しちゃいますね。あ、仲間がいるね。よいしょ。心臓の音しますよね。殺人鬼が近づくとこの心臓の音で分かるんで、あっちもバカ、俺かい、こうやって逃げる。トラッパーですね。今回の鬼はトラッパーです。トラッパーは、マップに落ちてる罠を拾って、それを地面とかに仕掛けてくるんで、逃げるところとかに置かれると、逃走経路に置かれると、それに罠に引っかかっちゃって、やられちゃうってこともあるんで、非常に厄介な、これ、厄介な殺人鬼ですね。こうやって、あの、
この発電機、まあ、要はジェネレーターを5個作動させて、でゲートが開けることができるようになるので、そのゲートを開いて逃げれば勝ちとなります。ジェネレーターまだ味方1個も作動させてないんで、これで1個目。よいしょ。こうやってね、作業中はランダムでこうやってアクションが出るんだけど、よし、アクションに失敗すると大きな音が鳴って、殺人鬼はその音でこっち来たりするんで、失敗すると危ないんですよ。いますね。あっちの仲間をかけてったな。逆側に逃げましょう。ちょっと足元ちょっと注意めに行こう。これで2個目、あと3つ。よいしょ。ちょ、走ることもできるんだけど、走ると足跡が残るんですよ。鬼から見て、自分から見ては分かんないですけど、殺人鬼側から見て足跡が残るんで、あんまり走りまくってるとそれをね、目印に敵をかけてくるんで、基本的に走らないようにするのがね、いいみたいですね。で、これアイテムボックス。マップに何個かあるんですけど、これ懐中電灯ですね。まあ、アイテムについてもまた今度、そのアイテムを拾ったら細かく説明しますけども、この懐中電灯は、鬼の顔に一定時間当てると、あ、待て。あ、味方か。壊してくれてるのか。鬼の顔に一定時間当てると、鬼を目くらまし状態にさせられるんで、あ、これトラップですね。こうやって解除ができます。よしよし。鬼をね、目くらまし状態にさせると鬼一定時間動けなくなるんで、まあ、そこそこ使えるんですけど、まあ、これ顔に当てなきゃいけないっていうので、ちょっとなかなかね、使いづらいですね。で、ちなみにレイスと呼ばれる透明化する殺人鬼がいるんですけども、その透明化する殺人鬼は透明化中だったら顔じゃなくても体のどこかに当てれば目くらましにすることができます。まあ、今回の敵はトラッパーなんで、まあそれは関係ないですけども、顔に当てなきゃダメだね。おれ、連続連続。よし、あと1個。近い近い近い。え、バレだ。近い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 。わっ、置いてた、ここに。うわー、うまい。トラップ置いてたな。まずい、捕まっちゃった。やばい、しかも近い。まずい、うわ、捕まっちゃった。まずい、助けて。そんなんしないで助けて。いや、めっちゃ見張られてる。やばい、助けてくれそうなやつがいないこれ助けてくれないタイプの仲間たち。ほら、みんな発電発電機作動させるのに夢中になって誰も助けにてくんない。助けて助けて。
なぜ？うう、誰か助けて！死んじゃう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 、早く、鬼があいつを追っかけてる間に。負けですね、これは。惜しかったな、もうちょっとだったんだけどな。残念。